はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は、料理動画をします。料理動画って言っても、そのいつも食べてる、僕が食べてるその口の中のただれ口内炎で、普通のご飯が食べれないわけですよ。なので、普通のご飯をあのミキサーで、ペースト状にして食べてるんです。これはほんの味覚障害、粘膜障害で仕方がないことなんですけども、そうしないとね、ほんま食べれないんですよ。なので今日は、皆さんね、同じような悩み持ってる方やったら、こういう風にしたら食べれるよっていうのを紹介したいと思いますんで、その以前ね、おでんをペースト状にして食べたりしました。それもね、すごい美味しかったんですよ。で、今日はキャベツと鶏肉とそれを炊いて、それをミキサーにかけてペースト状にして食べていきたいと思います。では始めます。はい、ということでね、今から始めていきます。使うのが鶏肉でございます。冷凍なんでしょ、これ今から解凍しますね。とキャベツも切っていきます。まずキャベツを切っていく間に、これを冷凍します。解凍します。解凍はね、普通にレンジで解凍するまで、溶けるまでね、しっかり、レンジでチンしていきますので、はい、ではキャベツを切っていきます。キャベツもね、めんどくさいですね、切らなあかんのがね。カット野菜でも使ったらね、早いんですけどね、あるもの使っていかんとね。キャベツは上手に剥けません。よし、このままでいいか。洗わなきゃですね。ベースを洗ったんで、から切っていきます。もうこれはね、ミキサーにかけるんで、細かくミキサーに入るように切っていきます。で、ただミキサーにかけるだけじゃないんですよ。まずこれを生なんでね、火通さなきませんから、お鍋にぶち込みます。このまま、その間にお水ですね。お水を入れて火をつけます。で、そうしてる間に、肉が出来上がりましたので、肉を取ってみます。肉が出来上がりました。まだちょっと赤いですけど、これもこのまま火を通すんでね、火を通すっていうか、鍋に入れて一緒に湯がきますん でこれね、お肉ってね、チンするとね、いらん油が出てくれるんですよ。見えるかな、見えにくいな、全然見えない。こんだけいらん油が出てます。この油がね、湯がいてるうちにね、アクになるんですよね。アクで通じるかな。こういうのが体に悪い油やと僕は思ってるんで、こういうのは食べないようにしてます。で、これでね、肉入れましたんで、今沸騰させて、お肉に火が通ってキャベツがクタクタに柔らかくなったらミキサーにかけます。蓋をして、ちょっと沸騰するまで待ちますね。さあ、だいぶ
湯気がもくもくとしてまいりました。わあすごい、あ、メガネ困った。よし、こんだけ火通ったら十分でしょう。火を取ります。はい、茹でただけです。すごい、これだけでももうすでに美味しそうです。これね、美味しそうなんですけども、この状態やったら僕今痛くて食べれません。キャベツはいけるんですけど、鶏肉がね、この肉が結構あの歯が痛いというか粘膜が痛いので、これを今からミキサーにかけていきます。おたまおたまあった。さあ、ゆで汁もね、入れときます。あのキャベツはね、まあ、野菜ってほとんどそうなんですけども、あの栄養が水溶性の栄養なので、お鍋で炊くとほとんどの栄養がお鍋の中に出てしまうらしいんですよ。なのでその研ぎ汁も、研ぎ汁じゃないわ、ゆで汁も、飲んだ方が体にいいということなんで、それを一緒に今入れました。はい、ではミキサーかけていきます。の前になんですけども、このままやったら絶対熱いんで、僕はあるものを入れます。これです、牛乳です。牛乳大好きなんで、お汁で飲むのに、スープで飲むのに、どれぐらい入れようかなって感じなんですけど、まあ自分が飲める程度に入れます。入れて混ぜます。さあ、出来上がりました。あ、キャベツが入ってるんで若干緑なんですけども、まあ青汁と一緒でしょうね。お皿に移します。お椀ですけど、サラサラです。お皿じゃない方がいいな、コップの方がいいな。こちらにジョッキに移し替えます。さあ、出来上がりました。ジョッキでね、ペースト状の、まあほとんどサラサラなんですけども、鶏肉とキャベツと牛乳をミキサーしたやつです。いただきます。牛乳ってね、今入れたんですけど、実はそんな牛乳の味ね、してません。ほぼほぼキャベツと鶏肉の味です。でも牛乳は好きやから入れてるだけで、あともうすぐ飲みたかったんで、冷ましたかったっていうのもあるんで入れてます、ね、牛乳はカルシウムも取れるからいいですよね。あー、うまい。まあいつも食べてるもんなんで、こういう風にすると口も痛くないし、喉越しもいいし、あの栄養も取れると思ってるんで、こういう食事をしてます。うん、やっぱね、口の中にスルッとこう入ってくれる分ね、あの食べやすいですし、本当にあのどこも痛くないです。使った食材も鶏とキャベツと牛乳と、まあ言うたら水だけじゃないですか。なので、砂糖も塩も醤油もね、あと調味料っていうんですか、そういうのも全然使ってないんで、本当に、味が濃いとかでなくて、で食材も硬くないし、すごい体に入れやすいです。ごちそうさまでした。といった感じでね、
まあ、ほぼほぼ毎日こういう風な、朝と昼はこういうご飯を食べてます。夜はその奥さんが作ってくれた料理を食べるんですけども、それでもあの痛くて食べられへん時はこいつに頑張ってもらってます。子供らは何してんねんお父さんみたいな感じで見ますけどね、え、なんか食材ドロドロにしてそのまま飲んどおるでみたいな感じで見てくるんですけども、まあお父さんはな、食べられへんから飲んでんねんやっていうことを説明しながら、あの食事を一緒にしてます。僕がね、あの病気をしてるっていうことを、まあ、子供も分かってるんで、というふうな感じでその家族がね理解してくれてるんでできることなんですよね。まあ、もし友達ん家で行った時もないですけど、友達ん家に行って、ちょっと俺ご飯食べられへんからミキサー貸してって言って急にこんなことしだしたら、もう次から呼んでもらえなくなると思うんでね、まあ、友達の家ではしないんですけども、まあこういう風な食生活をしておりますね。あのまあ今日はねお肉混ぜましたけど、これをひょっとしたら野菜だけでやったらほんまに青汁やと思うんですよね。ピーマン入れたり、何キャベツでしょ、でほうれん草とかね、ほうれん草なんか鉄分取れるからすごいいいじゃないですか。まあ いろんなね、他に、まあ、あんま出てきませんけど、野菜でやったら、青汁の代わりになるし、すごい体にいいと思うんで、そういった感じで野菜も今後は取っていこうかなと思っております。たくさんの野菜を取っていこうかなと思っております。まあ、そんな感じで今日は料理動画でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。